演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はしらしらファミリーマートの2分の1分の野菜が取れる濃厚ごま味噌あれを食べたいと思います。シールド乳酸菌と言っていますが、この熱そうなお鍋で大丈夫なのかな。乳酸菌ちょっと不安ですね。でも味噌の色は美味しそうです。それではチャンネル登録よろしくお願いします。ではいただきます。スープに溶け出ているごまと味噌の旨味が具材によく絡んで美味しかったんですが、思ったより野菜が入ってるって感じはなかったですね。結構あっさりいけといえばいけるのですが、もうちょっと歯ごたえを感じたい方には物足りないかもしれないですね。なのでお手軽に食べられる味噌鍋としてはお勧めできますが、野菜の歯ごたえを求める方向けではないので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ全部終了。